これがお姫様抱っこかと思って。お兄もやっぱ男なんだね。はぁ、なんでここで下ネタとか言うかな。雰囲気台無し。下は見ちゃダメ。可愛い妹の顔だけ見てればいいの。絶対にして欲しかったとかじゃないけど、まあ漠然とした憧れくらいはね。漫画とか読んでるとそういう気持ちを持つこともあるよ。そっちはお断りしまーす。お兄調子乗って私のお尻叩いて楽器にしそうだし。そういうのはバックで疲れる時だけで十分でーす。確かに。こうやって密着した方が楽になるって聞いたことあるんだけど、どう？じゃあもっとくっついちゃおう。ねえ、お兄ちゃん。このまま、話さないでね、私のこと。ずっと、こんな風に一緒にいてね。幸せにしてみせるからね。うん、任せといて。それより先にお風呂行かない？まず体を洗いたいかも。じゃあこのままお風呂場までレッツラゴー。ついでに体も洗ってもらおう。なんせお兄に汚されたようなもんだし。やだよ、お兄が言ったんじゃん、俺から離れるなって。それにほら、体を洗うのにカコつけておっぱい揉めるよ。揉み放題だよ。お兄ちゃらザーコザーコ。でもね、私はそんなお兄のことが大好きだよ。これからもよろしくね。ずっとずーっとよろしくね、お兄。